こんにちは。ピューラディチャンネルです。チャンネル登録お願いします。チーフエステティシャンの佐藤です。よろしくお願いします。新宿店勤務の寺田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回ですね、質問をいただいておりますので、ご紹介させていただきます。はい。じゃあ、なんでナイトブラが必要なの？ということでご質問いただいております。はい。この質問は本当にね、よくいただきますね。はい。お胸の構造は、9割が、90% が、脂肪でできています。なのでとてもお胸の脂肪っていうのは重力にとても弱いので、やっぱりその形っていうのがとっても崩れやすいんですよ ね、 ね、なので日中用は日中用 その補正のお下着はつけていただきたいんですけど、寝てる時って結構意外と時間が長いのと、あと結構無意識にいろんな方向にちょっと体が傾いてしまったりとか、重心がどちらかに寄ってしまったりとかしてしまうので、とても重力がかかります。なので、形を崩さないためにもナイトブラはとっても大事ですね。はい。で、当サロンでおすすめさせていただいているこのナイトブラが、PG ブラというナイトブラになるんですけれども、補正力もあって、なおかつその、形を崩さない、予防していくためのお下着になります。はい、はい、私も毎日欠かさずにつけてるんですけど、本当につけてて楽なんですけど、しっかり脂肪をこう寄せて固定してくれるので、本当に形がすごい綺麗にできてきますよね。やっぱりお下着一つでだいぶ違います。トップの見え方とかも変わりますし、まずはスタッフも毎日この着用している PG ブラなんですけど、脇中構造で脂肪が寝てる時ってこっちの真横に流れていくんですけど、そこの流れていく脂肪量をしっかり防ぐことができます。はい。であとはソフトワイヤーといってとっても柔らかい、体に負担がかからない柔らかいワイヤーを入れてることによって、ここのバージスラインも崩さずにしっかり整えることができます。であとはなおかつナイトブラでアンダーフックがついてるものってすごく珍しいね、珍しいんですけど、一応調整ができるのでご自身のアンダーサイズに合わせて着用していただくことができます。あとここの肩紐ですね、日中用の下着だとここの肩紐の調整がついてるものがほとんどだと思うんですけど、当サロンで作っているこの PG ブラも、ここの肩紐の調整ができますので、ここのトップの高さの調整もしてくれます。はい、結構なんかネットとかでたくさんナイトブラとかってあってたくさんありますよね。私もいろいろ試してきたんですけど、他のナイトブラとかだと、ここがやっぱり布でできててすごい洗濯ですぐ伸びてしまって、ここのアンダーの部分ですよね。はいはいはい。あとはこの肩紐の調節ができるっていうのが本当に珍しくって、やっぱり着てて伸びてしまうと、起きた時にやっぱこう何もファスナーがないっていう状態のことが多かったんですけど、これつけると本当に全然こう起きてもそのまましっかりバストが寄ってるので、調節がこれだけできるのっていうのはすごくいいですよね。本当に私たちの理想 の、 ナイトブラになってますので、とにかくその流れてしまう脂肪量を予防していくためにも、形をよりバストの形に丸みを持たせるためにも、谷間をしっかり作っていくためにも、この当店のPGブラを皆様に着用していただきたいです。はい、はい。こちらの PG ブラもちろんうちのインターネットベルティアパリというサイトからもご購入いただけるんですけれども、サイズ展開がすごく豊富で、XS、M、LL、LL までのサイズ展開になってるんですけれども、私どのサイズにしたらいいんだろうとかっていう方とかも、そこも悩みますよね。わからない方とかもいらっしゃると思うんですけれども、うちのベルティアパリというこのサイトから飛んでいただくと、試着もで
きますので、もし不安な点があれば、はい、あの試着していただいてから購入していただいてもいいですし、はい、あの店舗だったりとかにお電話いただいて聞いていただいてもいいですし、はいはい、ぜひ皆さんにお試しいただきたいです。はい、ぜひつけていただきたいです、はい、よろしくお願いします。今日もご視聴、はい、ありがとうございました。